テラスで宮と森島先輩が食事中だ。少し味見させてもらう。味見って何を？森島先輩の味見ですか。それは楽しみだ。でもお昼からするようなことじゃないよな。お、森島先輩とミアンが一緒にご飯を食べてるじゃないか。なんて羨ましい。僕は一人寂しく食べたっていうのに。妹のくせにけしからん。うん、これは兄として味見くらいさせてもらわないといけないよな。よし、早速行こう。邪魔しない方がいいんじゃねえか。一緒に食事ですか。あら、お兄ちゃん。なんだなんだ。あ、なんだミア、顔が赤いぞ。なんだなんだ。え、何かあったのか。何かって具合でも悪いの。大丈夫。大丈夫です。うん、でも汗も出てるぞ。お前が来たからじゃないの。平気だって。ミア、もう食べ終わったから行くね。あ、行っちゃった。え、あ、おい、どうしちゃったのかな。すいません、このバカがね、邪魔したもんだから。すみません先輩、ちょっと行ってきます。うん、そうしてあげて。なんだなんだ。ああ、いた。ミア、ちょっと待てよ。お、お兄ちゃん大丈夫か。もしかして風邪。ううん、風邪じゃない。何かあったのか。え、な、何かって。顔も赤いし、なんか変だぞ。何も変じゃないよ。お前が来たからだよきっと。だって。だってじゃない、何もなかった。もしかして森島先輩に何かされたのか。え、そうなのか。なんだ、何されたんだ。されるわけねえだろ。何って。まさかとは思うけど、意地悪とかされてるのか。するわけねえだろ。意地悪じゃない。そうじゃなくて。じゃなくて。なんだ、その。なんでもない。ならなんでそんなに顔が赤いんだよ。うるさい。もうバカニーニー。あ、おい、一体何があったんだよ。ミアがあんなに恥ずかしそうにして。気になる。森島先輩に聞いた方が早いんじゃねえか。恥ずかしいことされたのか。女の子同士で。いやいやいや、女の子同士でそんなバカな。ごくり、機会があったら先輩に聞いてみよう。より詳しく聞いてみようじゃないか。こうして森島先輩とミアの食事を邪魔しちゃった。でも本当に何があったんだろう。なんだろうね。もしかしたらこの変態のことを聞かれていたのかもしれない。森島先輩おすすめのアンティークショップに行こう。で、こっちは帰宅中の森島先輩と塚野先輩を発見したぞ。僕も会話に加わろう。あれ、待って、これは星イベントが発生しない。で、こっちに行くの。どうしましょう。会話がなくなっちゃうの。ちょっと待って。それはもったいない気がするけど、この会話ね、長いもんね。でもこれ死んじゃうな。この会話がなくなっちゃうんだね。それはしょうがないとして。あーって言っても、これまだ使える。微妙だな。微妙だぞ。だってこのイベントはまだ取っておけるから、これを消すよりはマシだと思うんだよね。これ使っちゃおう。会話しましょう。やばい、無駄に頭を使うゲームだな、これは。奥が深いぜ、ギャルゲー。おしゃれの間か。いいや、おしゃれ入れちゃえ。先輩は髪の毛を染めたりしたいと思わないんですか。そうね。一度くらいはやってみたいけど、当分いいかな。変わんねえ。変わんねえ。じゃあ、世間話。これがなくちゃ生きていけないってものはあります。生きていけない。そうね、いろいろありそうだけど、お友達かな。一人だと寂しそうじゃない。ああ、確かにね。なるほど。さて、
行動とおしゃれの間どうしようかな。どっちかだよね。くん、ビンゴ。その恋をしたら人って変わるって本当ですかね。私にはよくわからないけど、いい意味で変われるなら素敵よね。そうね、そうですね。さあ、だいぶ埋まってきたね。で、食べ物の後か、どうしようかな。ふん、ダメか、恋愛だったかな。残念。で、最後、世間話で盛り上げろ。5ターン目はまあどうでもいいからね。先輩の部屋でお気に入りのものって何かあります？うん、お土産のミニトーテムポール。トーテムポール、トーテムポールですか？木に頭が掘ってあるやつですよね。そうなのよ。へえ。なんかすっごく愛嬌があってね、私は好きなんだ。なるほど、あったあった、トーテムポールで上がるってウケるな。さて、じゃあ、あとは上の2つのどっちかのイベントをこなさないといけないんだね。もう一日いけるかな。あのイベントだけこなしちゃおっか。さて、これだな、どうしようかね。多分こっち選ぶとこの星のイベントが発生するようになるんだよね、きっとね。で、これ選ぶとここの星のイベントが発生すると。ただ会話が消えるのが嫌なので、これね、取っておきたいので、俺はこっちを選ぼう。おすすめのアンティークショップに行こう。お前一人で行ってどうすんだ。まあ失敗したら失敗したでまた今朝に戻ります。おお、あそこにいるのは森島先輩とミア。もしかして一緒に帰ってるのか。羨ましすぎる、許せん。よし、僕も混ぜてもらおう。あ、森島先輩、ミア。え？邪魔すんなよ。まったく。どこか行くんですか？あ、お兄ちゃん。ええ、ちょっとね。ねえ、ミアちゃん。ねえ、しししし。お楽しみスポットなのだ。ねえ、先輩。負けてられないぞ。僕も一緒に、ダメ。どうしよっかな。どうしますか、先輩。ダメよって。ミアちゃんが決めて。ミア、頼む、この通り。まんま肉まん、まんま肉まんって。どうしよっかな。く、ニコニコプリン、ニコニコプリンってなんだ。何個？森島先輩の分も入れて5つ。2つでなんとか。しょうがないな。くそ、どんな出費だ。また出費か。先輩、かわいそうだから連れて行きます。いいですか？かわいそうだから。え、商談成立してよかったわね。よしって。それじゃあ行こう。妹にはかなわねえな、こいつは。それでどこに行くんですか？わかんない。は？実はまだ行ったことないお店なの。お店ですか？え、友達から聞いたお店で、可愛い人形がたくさんあるアンティークショップ。うん、前に話してたもんね、一緒に行きたいんだって。なるほど、アンティークショップか。うん、話を聞いた時にミヤちゃんと行かなきゃって思ったの。うん、変だよお前、聞いたろ以前。誘ってもらったんだ。いいでしょう。いいな。くそ、羨ましくなんかあるぞこの野郎。道順はバッチリ聞いてきたから安心してついてきて。若干屋根を感するけど大丈夫かな。あれ、この辺りだと思ったんだけど。やっぱりな。お店ないね。確かに、なんてお店なんですか？うん、三日月工房って名前。三日月工房。三日月工房ですか？聞いたことないな。そうだね。でも確かにこの辺りのはずなのよね。スマホがあればね、 OK Google って言って聞けるのに。三日月工房って。お、これはチャンス。見当たらないな。ちょっと手分けして探してみましょう。そうね、そうしましょうか。お兄ちゃん、たまにはいいこと言うね。そう、たまにね、1年に1回あるかないかくらいだけどね。
たまには余計だ。それじゃあ遠くまで行き過ぎないように。ラジャー、はーい。僕がお店を見つけて二人に頼れるところを見せてやる。これ多分ミヤちゃんが見つけんじゃないか。よし、走って探すぞ。ない。本当にこの辺りなのか。一回駅前に戻ってみるか。あれ、ミヤがちょっと気弱そうなサラリーマンと話し込んでるぞ。お店の場所でも聞いてるのか。なんだか嫌がってないか。まさかナンパ。なんだ急に。お兄さんは許しませんよ。お兄さんは許しませんよって。ミヤ、え、待たせてごめん。なんだなんだ、それじゃあ大丈夫か。何か変なことされなかったか。うん、平気。何かあったの。危ない危ない。ああ、先輩大丈夫。うん、本当に何もされてないよ。よかった。ごめんね、ミヤちゃん一人にして。平気ですよ。でも、でも、お嬢ちゃんかわいいね。中学生かな。え？まさか小学生ってことはないよね。あ、キャンディーとか好き？は？だってさ、失礼しちゃうよね。それは確かに。でもよかった。ねえ。はい、何ですか？大人相手にすごく勇気があるのね。いや、それほどでも。あ、夢中で何も考えてなかったんです。そうなんだ、すごいね。だってお兄さんは許しませんよって言ってたよ。こいつ時々だけどね。そう、本当に時々ね。2年に1回あるかどうかだね。 うるさい。私が同じように困っていたら助けてくれるかな。もちろんでございます。もちろんです。本当にありがとう。ん？ありがとう、お兄ちゃん。うん。二人とも可愛いわね。可愛い？お互い照れちゃって。いいわ。そんな。お兄ちゃんは可愛くないです。キモいです。うるさい。こうして3人でアンティークショップを探した。結局あったの。この後割とすぐにお店見つかったんだけど、すでに閉店してた。早くね。そんなに早く閉店すんの。お店に行けなかったのは残念だけど、また今度一緒に行こうって約束できたからいいか。よーし、アタックできやすぜ。こっち選んどいてよかった。なんか調子いいんじゃないですか。よし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 、向いてきましたぜ。風が向いてきちゃまずいか。それ向かい風か。さあ、あとは星のイベントに向けてアタックをガン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 かましていきましょう。ちょっ、よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。